アメリカ携帯ならアメスマ。皆様こんにちは、ミミです。本日はアメスマチャンネルにスペシャルゲストをお招きしました。ゆうこさんです。皆さんはじめまして、ゆうこです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、私は4年前に、日本の大阪出身なんですけど、大阪から、ダラスに引っ越して、アメリカンフットボールのダラスカーボーイズっていうチームのチアリーダーのオーディションを受けて、でそこで3年間活動して引退したんですけど、去年引退して、でその後結婚して、今はボルチモアに住んでいて、オンラインで子供たちにチアダンスを教えたりとか、自分のハンドメイドジュエリーを販売したりとかしてます。ありがとうございます。そうなんです、ゆうこさんはこの NFL のチアリーダーということで、私も初めてそういう方とお話ができるのですごい楽しみなんですけれどもちょっとそのチアリーダーのお話などにもいろいろ深く突っ込んでいけたらいいなと思います。18歳なので高校3年生なんですけど、その時に、日本代表として全米大会 NDA という大会があるんですけど、チアダンって日本ですごい流行ったじゃないですか、あれの大会と同じで、その大会がダラスで行われたんですけど、そこに、私は参加して、で準優勝してっていう、その経験がきっかけで、なんかまたチアリーダーとしてダラスに帰っていきたいなっていうのがあったので、でそこから検索して、カウボーイズっていうチームがあるんだ、で全米の中でもすごい伝統があって有名なチームで、すごいんだっていうのを知って、そこから目指し始めたっていう感じ。まず日本の代表に高校生の時になってるっていうのがすごいですね小学校1年生2年生ぐらいの時から新体操をずっとしてて、中学校3年生までずっと新体操してて、はい、そこから高校でチアダンスを始めた感じ。新体操からチアダンスにこう切り替えた理由っていうのはあるんですか？は、小学校5年生ぐらいから結構試合に出たりとかもしてたんですけど、6年生ぐらいの時に腰が分離骨折って言って、なんかすごい、骨が離れちゃうみたいなのが2箇所ぐらい出て、なんかもう常に結構腰がだから痛くなっちゃうと、無理に柔軟で体を曲げたりしたりとかすることが多い競技なので、もともと体が新体操の中では柔らかい方でもなかったのに加え、怪我もして、なんかもうちょっと現役難しいかな、もう新体操いいかなっていうのはあったんですけど、でもなんか踊ることとか、なんか見せるっていうことにはすごい自信があって、こう何かそっち方面で何かダンスでもいいし、何かないかなと思ってた時に、つながりでそこの高校の、チアダンスの先生が、じゃあうちどうですかみたいな感じでいて、それがきっかけって感じです。日本では高校3年間チアリーダーして、チアダンスの競技に出てて、で大学に入ってからは、大学1回生の時にプロ野球のオリックスバファローズにやって、その後プロバスケの、今はなくなっちゃったんですけど、今プロリーグではないのかな、社会人チームみたいな感じでも残ってはいるんですけど、私の当時はまだプロチームの和歌山トライアンズっていうチームで2年やってて、あとガンバ大阪で1年やってっていう感じで、大学生活は大学行きながらプロでチアリーダーしてて、そこから卒業式に出ずにもうアメリカ来てオーディション。そうなんですね。じゃあ大学卒業する時にはまだダラスのチームと契約をしているっていう状態ではなかったっていうこと。そうですね、まだですね。私の場合は、今だと元 NFL チアリーダーの日本人の方とか、元 NBA の日本人の方って結構いらっしゃるんですよね。で、そういう方が日本に帰ってきた時にワークショップって言って、ダンスクラスみたいなものを開いてくださるので、そういうところに参加して、どんどん質問して話を聞いていったりとかっていうのもあったんですけど、私の中で大きかったのは、プロバスケの和歌山トライアンズの時と、ガンバ大阪の時に、ディレクターとしていてくださった方が、元ダラスカーボーイズチアリーダーの男女よしこさん
で、私が日本人3人目で、よしこさんも2人目なんですよね。はい、で、その方の、まあ、元でチアができたので、まあ、そこで、まあ、直接いろんな話を聞いたりとか、まあ、こういうふうな立ち振る舞いをした方がいいよとか、まあ、いろんな方を紹介していただいたりとか、うん、っていうふうな感じで、こうどん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 情報を打つ。はい、これは私比べられないと思ってて、比べるとなるともうスポーツマーケティングの大きさも違うし、もうアメリカと日本で国民性がもう全く違うじゃないですか。だから私がよく聞く話だと、だってもう地域にチームが根付いてて、そうですね、そういうところでもう何十万人っていう人が集まるスタジアムでパフォーマンスができるっていう、うん、この経験っていうのはなかなか日本じゃやっぱり難しいのかなと思って、あとはまあもっと高いレベル で、今アメリカのチアってすごい有名だと思うので、はい、やっぱそういうところに行って自分でチャレンジしてみたいとか、うん、そういうレベルの差とか、はい、規模の大きさの違いっていうところに惹かれる方も結構いるんじゃないのかなと思います。私の場合は知っていってっていう感じなんですけど、もともとはそのアメリカの大会でもうチアをやめようって思ってて、全米大会に出てその感じたあのオーディエンスのリアクションの違い、だから日本でもいっぱい全国大会に出てるし、いろんな大会に出てるんだけど、全米大会に出たあのなんかこうもう地響きがするようなオーディエンスからのリアクションとか、なんかこうね、アメリカ人ってこう気軽にすごい良かったよとか声をかけてくれたりする、はい、なんかそういう経験になんかもうわっいい、すごいいいみたい なんか素直に評価してもらえる、はい、なんかだからあここでもう一回チアがやりたいっていう感じありますね。もうやめようと思ってた気持ちをこう覆すくらいのオーディエンスだったってことですよね。ねえ、なんかもう思ってた世界と全然違ったっていう感じ。これも多分チームによって違うんですけど、まあ、うちのチームの場合だと一次オーディション、二次オーディションっていうのがあって、その後面接、筆記テスト、でそこからファイナルオーディションっていうのがあって、大体もう500人、600人ぐらいの中からそこで46人絞るんですよね。はい。そこから先トレーニングキャンプっていうのがあって、でこれは多分うちのチームだけなのかな、やってるのは。数だかではないんですけど、はい、1ヶ月半2ヶ月ぐらいの間で46人から36人に絞るために、まあ、10人ぐらいクビにしていくっていう作業をしていって、でプレシーズン始まる2週間前ぐらいにメンバーが決まるっていう感じなので、プロセス的にはもう3ヶ月4ヶ月ぐらいかけてメンバーを選んでいく。こう日本予選みたいなのが日本枠であるとかでもなくって、もう最初からアメリカの本場の枠にただ日本人として自分でアプライをしたっていうことですよね。はい。しかもその決まるのが2週間前ってすごいギリギリなんですね。だから本当になんかギリギリまでもう精神的に落ち着かない。そうですよね、決まったらもうすぐ始まっちゃうよな。うん、そう、だから他のチームとかだとファイナルオーディション受かりました、イエーイ、このメンバーでみんなで頑張っていこうみたいなテンションかもしれないんですけど、はい、うちのチーム結構特殊なチームで、あのシーズンが始まってもずっとライバルっていうか、チーム内で、そうですね、だから46人になってそこから36人に絞られていくのも仲間なんですけど、ライバルっていうか、結局10人クビになっちゃって。そうですよね。英語力に関しては私学生だったんで、そんなにこう何十万も払って英語を習うってことができなかったのでそれでもオンラインで毎日30分とか40分ぐらいで英会話毎日できるみたいなのがあって、はい、だからそれをまあ続けて、とにかくなんか しゃべる英語に触れる機会をなるべく増やしていこうっていう、まあ、努力を日本ではしてましたね。あとは多分私個人で言うとオーディション5月にあるんですけど、もう2月の時点で渡米をして、そこからまあビザのスポンサー探し、あー、私の場合は
チームによって、まあ、スポンサーしてくれるチームもあればスポンサーしてくれないチームもあるので、でカーボーイズは、まあ、スポンサーしないっていう方法。あ、そうなんですね。自分でだからスポンサーを探さなきゃいけなくて、まあ、そういう作業をしたりだとか、あとはこうオーディションとかだと、カーボーイズってあのドキュメンタリーのショーがあるんですけど、番組があって、まあ、そういうのを見てると、はい、あ、この人よく出てくるトレーナーだな、この人よく出てくるコレオグラファーの人だなとかっていうのがまあ分かるので、そういう人のところにも何回も通って顔を売っていく、オーディションに行った時に、あ、この子自分がトレーニングしてた子だとか、そういうふうにまあ見てもらえるかなと思ったので、まあ、コネクション作りをやったりとか、はい、それで言うと、まあ、2月に渡米したんですけど、その前の年の10月にもう1回行ってて、まあ、その時も私来年受けに来ますからっていう感じでアピールをして、うん、いろんなところに顔を売りに行って、で、まあ、2月に行くと本当に来たのねあなた、まあ、やっぱりね、アジア人が欲しいって例えばチームが思ったとして、え、私ってそんなに英語は話せないし、うん、すごいじゃあずば抜けた身体能力を持ってるかっていうと多分そうではないし、じゃあどうやったら自分を受け入れてくれるだろうと思うと、やっぱどこかで他の部分でやっぱね、努力しないとダメで、私の場合は、まあ、自分のパーソナリティを知ってもらって、自分の熱意を知ってもらって受け入れてもらうっていうことを、うん、あの頑張ってやろうかなと。でそこは自分の中では結構リサーチしてやった部分ではありますね。私がやりたかったチアリーダーとしての仕事をたくさんできた。例えば病院訪問に行ったりとか、介護施設に行ったりとか、学校に行ったりとかで、そういうところでまあ社会活動をするっていう方がやっぱりアメリカって多いじゃないですか。うん、まあ、それはあのチームに入るとやっぱさらに増えてきて、高校生の時にあの部活動の、まあ、イベント出演イベントの一環で介護施設に行ったことがあったんですけど、まあ、その時にあのこれがチアリーダーの仕事なんだっていうふうに私はすごい思って、人前で踊りたいんだったらダンサーでもいいわけで。確かに。じゃあなんでチアにこだわるのって、やっぱそこの仕事ができるっていうところが私の中で一番で、でアメリカに来るとやっぱそういう機会がどんどん増えていって、あのやっぱユニフォームの力ってすごくって、ユニフォームを着たりとかチームのジャージを着て、まあ、子供たちに本を読んであげたりとか、クリスマスにはこう平等に行って、まあ、家族とね過ごせない方いっぱいいるんで、あの選手と一緒にプレゼントを渡してあげたりとか、その方にご飯をサーブしてあげたりとか、そういうことをやっぱしてすごい笑顔になってもらえるっていうところが、まあ、すごい嬉しくって楽しくって、やっぱまだ日本はそこまでそういう活動をできてるかっていうと、まあ、アメリカほどではないのかなっていう、うん、私の研究所そういう気持ちがあって、だからそこはすごい良かった。で、苦労したところで言うと、新しい価値観とやっぱぶつかることが多くて、日本にいる時とは違って、いろんな人種が混じってて、自分はアジア人で、その中でも外国人にも当てはまるわけで、その中で、あ、自分がコントロールできないところで、まあ、考えたりとか悩んだりするところもありましたね。いやもう1年目は本当に大変で、なんか何か問題が起きても問題が起きていることすら伝えられないしっていうことがすごい大変で、でなんか英語を勉強する学校とかにも行ったんですけど、まあ、やっぱり会話っていう面ではもうやっぱアメリカ人の中にも飛び込んでいって、ひたすらまあその会話を聞いて自分で勉強していくっていう感じでした。このチームのチアリーダーになりたいのか、もしくは NFL チアリーダーになりたいのかっていうところで、あのアプローチの仕方は変わってくると思うんですけど、共通して言えることはやっぱりリサーチをしっかりしましょうっていうところ、その土地によってとかそのチームによって好まれる容姿とか好まれる体型、好まれるメイクアップとかも全部変わってくるので、あの自分の素材、自分の持っているものに合ったチームを選んでいくとか、それともそのチームの雰囲気に自分が合わせていくっていうところで、まあ、大きく準備の仕方も変わってくると思うので、あのよく研究して他のチームと比べてみ
て、いろんな人に話を聞いてっていうのが一番かなと。私がすごい思ったのは、自分の欠点を私は逆に強みにしてて、チームに3年間いたんですけど、やっぱ1年目テレビでこうドキュメンタリーでずっと放送されてるので、まあ、ファンの方もあの子あんまり英語得意じゃないままこっちに来て生活してるんだっていうことをまあ分かってて、こういう悩みって誰しも持つ可能性がある。子どもたちが海外で何かしたいとかって思うとか、自分が実際何かやりたいんだけど言語が壁になっててとかっていう人がいっぱいいて、じゃあこの自分がもがいてて、でもちょっとずつ あの子1年経ってちょっと英語話せるようになってるよねとかっていう、その自分が成長していく過程を見せるっていうことが、まあ、ある意味人を励ましていくのかなって。で、それは私にしかできない仕事で、自分の強みであり弱みであり、まあ、自分が一番こう人をエンカレッジしてやっていけるところなのかなと思って、何かそういうのをこう見つけるまではやっぱしんどかったんですけど、だからある意味私があんまりうまく英語が話せないことをチームは可愛いって思ってくれてたこともあったみたいで、はいはい、だからうまく自分のパーソナリティとかを使えば完璧な英語が話せなくなって受け入れてもらえるっていう状況は作れるのかな。その考えになるまでは大変だったって今おっしゃってましたけど、そういうこうマインドセットになる、まあ、変えられたきっかけみたいなのはあったんですか？まあ、やっぱり苦労することっていうか、日本から移住したばっかりだと買い物のやり方もわからない、会話もできない、なんかこうできないできない、ダンスもできない、ジャッジされてて、いつってこうなんか不安定な状態がやっぱ続いていくと、どう自分でこう冷静を保って毎回ジャッジされるたんびに 100% 出せるか、でもメンタルがどれだけ強いかなんで、一回自分を奮い立たせてやっていくうちに、悲しいで終わらさないように、なるべくこうモヤモヤがたまらないように、これはじゃあ自分で解決できることなのかなとか、もうできないんだったらもう仕方ないからもうそれ考えるのやめようっていうふうに思ったりとか、やっぱりそのこっちの生活に慣れて新しい価値観に慣れていくまではしんどいのかなと思うので、逆にそこでも折れちゃうと多分ダメだと思う。でも頑張って続ける、で自分がその価値観に慣れて、やっぱりね、私たちって入っていく側なんで、どうしても自分の価値観を押し付けちゃうとやっぱうまくなじめないと思うので、そこをうまくアジャストして自分が心地いい距離感で考え方で付き合える人たちを、まあ、見つけていくっていうのが大事なのかなと思います。なるほど。3年間、夢を叶えて活動されたチアリーダーだったと思うんですけども、今は引退をされたということで、